八里町は、茨城県の県南地域にあった町である。日本有数のスカイスポーツエリアで、気象庁知事機観測所の所在地としても知られていた。2005年10月1日、旧石岡市と合併して新石岡市新設のため平町された。筑波山のすぐ麓に位置するため、町域には、城代からの様々な史跡、歴史が残されている。 城代紀の遺跡としては、スケジ塚古墳や、須神天皇の第一子、豊木入彦の命の奥屈城との伝承の残る、丸山古墳などが、町内に存在する。寺院関連は、新蘭の通行路であったため、新蘭が弁縁という山伏に殺害されそうに、成り逆に弟子にしてしまった逸話を持つ、板敷山大閣寺や、同じく、新蘭の弟子のの利前が開いた。 柿岡の如来寺などがある。弁園も乗りしかも、新覧の時期弟子24人に数えられている。また、山の斜面上に舞台があり、関東の清水寺として有名な最高院がある。他にも、熱烈な金農家人として酷使した桜東雄の聖火や、八田地下の八尾である八田自地の築いた柿岡城の跡などがある。 平朝記念八1884年には、茨城、栃木、福島の急派自由党員が放棄し、バ山に立てこもるバ山事件が発生した。大正時代には、高浜駅と柿岡島を結ぶバ山鉄道が計画され実際に工事も開始されたが、軟弱地盤による工事難航や用地買収の遅延、資金繰りの悪化などにより1928年に破産。 計画中止となった。工事が途中まで進んでいた、軌道用地は現在多くが道路に転用され、その名残を止めている。工事に使用されていたトロッコ等の残骸の一部は1970年代頃まで、濃い、瀬川や川又川の堤防沿いに放置されていたが、現在は撤去されている。東方を除いて、筑波山地に囲まれているため、西、南、北、 各隣接自治体との間に峠が多い、調整部の筑波山、ありがとうございます。